Welcome back to Steins Gate. This is episode number 17. The last time we did a bunch of talking, like scientific stuff. It was very technical, I believe. And then Darbo finally found a way back into CERN's database. He got like a server ID and password. And now we're looking up information on the Zed project. And then Makise found something, so let's find out what she found. Oh man, that would have been a better stopping point for last time. Dang it. なんだ? Z プログラムでは高エネルギーの陽子衝突を用いた時空間転移実験を行う。 Well, that pretty much tells you that CERN's involved in time travel shenanigans. Time travel experiment. How do you frantically stop yourself from shouting like, ah? Or maybe rushing over to the window is how you frantically stop from shouting. Go shit, someone could hear us. まさか本当だったなんて。しかも40年近く前から。 Sneaky people there, CERN. 俺の睨んだ通りだな。セルンの裏には巨大な影が潜んでいる。おそらく機関、あるいはそれに準ずる組織だ。何が機関だ、この中二病。たまには真面目に話しなさい。 Oh, you pretentious hipster. I don't think that's how you would describe him, but... バカを言うな。俺の言葉は常に真実を指しているぞ。つか、機関っていうより委員会じゃね？そう書いてあったし。 300人委員会か。 Committee of 300, Council of 300. また別のものを指してると思うけど、何を指してるのかしら。 世界はあらゆる疑問で満ちている。お前たちが思っているほど美しくはないのだよ。話聞けよ、オカリ。聞いている。300人委員会こそあらゆる秘密結社、各国政府、あらゆる財閥の最上位に位置する巨大な闇だ。 事実だ。嘘だと思うな。ネットでググるといい。これまで人類はどれだけ繁栄しようとも時間という壁に突き当たってきた。その壁を突破することのできるタイムトラベル技術は人類史を大きく塗り替えるだろう。文字通りの意味でな。 かつての核兵器と同じく神に等しき存在になれる禁断の果実だ。それを得たいという誘惑に抗うことのできる者はいない。当然ながら権力を持つ者はあらゆる手段を用いて手に入れようとするだろう。人としての倫理など神を目指す者たちにとっては抱きすべきざれ事だ。 わかるか、クリスティーナ。ご考説をどうも。そこまでスラスラと喋れるっていうことは、あんたも神を目指してるの？この法王院教魔が望むのは、そんな神候補どもの打倒、そして支配構造が崩壊した後の混沌だよ。<笑> 法王院に聞いてるんじゃない。私は岡部に聞いている。俺は法王院だ。つまり自分を持ってないってことね。そんなことよりマキセ氏、Z プログラムの続きプリーズ。
ダル、そんなこととはどういう言い草だ。陰謀論は聞き飽きたお。オカリンの妄想より Z プログラムの方が気になるし。ジョッシュ、続きを。頼み事するときぐらい誠意を見せろよ。プログラム第一段階、大型ハドロン衝突型加速器の建設および実用化。加速器については1959年に完成した陽子シンクロトロンからの半世紀にわたるノウハウ蓄積により一定成果を得ている。プログラム第二段階、リフターの実用化および調整。これにより2つ以上の人工的な局所場特異点の生成およびカーブラックホールの生成を可能とする。なお、ブラックホール生成についての情報を意図的に曲解させてリークし、プログラム本来の目的について悟られぬようにすることが必要である。プログラム第3段階、動物実験。プログラム第4段階、Pretty sure that's illegal. マジで？なあオカリン、前にハッキングした時のこと覚えてるか？確か盗み読みしたメールに書いてあったよね。実験結果エラー、ヒューマンイズデッドミスマッチ、詳細は別紙ゼリーマンズレポートをなんとかかんとか。それって人体実験となんか関係あんのかな？Pretty sure it's human experimentation. Daru, Zeriman's report を探してくれ。 Well, this probably isn't going to be pretty. マジっすか？マジだ。ただし、クリスティーナ。え？お前はもう帰る。なんで今さら。ゼリーマンズレポート。嫌な予感がする。これを見たら、俺たちはもう普通の生活には戻れない。お前はその後、Never be normal again. サイエンス誌に論文が載るほどの天才だ。有望な将来を捨てる必要はない。もしかして心配してくれてる？当たり前だ。お前は俺の助手だからな。助手じゃないって言ってんだろ。 I guess she was like, you concerned about me? Fuck you. 気遣ってくれてどうも。でも帰らないわよ。この事実を世界に告発しないと。ダメだ。それは危険すぎる。ビビってるのか？俺たちはこの陰謀を前にしたらあまりに無力だ。下手な行動を起こせば即消されるだろう。でもだからって。これは遊びではない。冗談で言っているのでもない。分かった、告発はやめる。でも帰らないから。気になって眠れない。後悔しないな。しない。
ダルはどうする？覚悟はできているか？ま、僕はスーパーハッカーだし。I'm a super hacker. This isn't gonna faze me. そもそも足がつくようなヘマもしないっつうか。よし、始めよう。なお、本作戦名はレーギャルンの箱とする。Hellfire is a person's chest。なんで北欧神話？へえ、北欧神話なん？きっとかっこいいからじゃね？そもそも作戦名とか言っちゃう男の人って。誰？作戦開始。 Begin operations。 いい、開くぞ。ジェリーマンズレポート10。被験者ジェームス・マッカーシー31歳、出身アメリカ。 Z プログラム4、実験日2005年1月28日13時05分。 So it took place January 28th, 2005 at 1:05 p.m. 実験結果エラー、ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。またそれかよ。超重力による無限圧縮およびカーブラックホール内の特異点通過に耐えられなかったと思われる。1921年4月3日ニューヨーク14丁目にてビルの壁面に右半身が埋もれるようにして死んでいる男が発見された。 That would beHorrifically messed up to find, just like randomly. Now we're looking at this wall, and then there's just this jellified dude here. 身元不明の男の死体は全身がブヨブヨのゼリー状になっていた。Hey, we got an achievement, and we're on to chapter 3. Yeah.Butterfly effects divergence. Yeah, maybe. Yeah, definitely. なんだこれ?ゼリーマンってゲル化したってこと？They're kind of one and the same. 人体実験か。しかも完全ではないけどタイムトラベルを成功させてるってことになるわね、これ。え？この新聞記事1921年のニューヨークタイムスよ。およそ90年前か。見て。
there's a definite connection right there. つまり、セルンは LHC を使ったタイムトラベル実験で人間を1921年へと送り込んだ？生きたままというのは失敗したみたいだけどね。ゼリーマンズレポートはこれだけか？いや、まだ結構ある。全部で14人分かな？もしもゼリーマンという言葉がゲル化した人間を意味するなら、その数だけ人体実験の犠牲者がいるということか。 Yeah, I'd say so. ほかのも見せてくれ。ゼリーマンズレポート9。This one's in French. 被験者、ダン・ストレイスキー、26歳、出身カナダ。Z プログラム4、実験日、2004年9月6日、14時10分。This one happened about like 2 months? A little over 2 months prior to the last one we just looked at? 実験結果、エラー、Human is dead、ミスマッチ。新聞記事の切り抜きの方は、これフランス語ね。私も読めない。2001年の1月31日というのは読み取れる。 It seems weird that we'd send someone back only like 3 years. Like, I don't understand the point of that. 場所は、 I understand like going back like to 1921 from 2005, but just going back to 3 years seems weird.January 31st, 2001. Collapsed male corpse discovered in forest outside of Pau, France. That was a weird line break. Corpse left foot fused to tree trunk, meaning its body became jelly. Zeriman's report 8. 被験者、リンダ・ヒル、25歳、出身イギリス。Z プログラム4。実験日、2004年2月15日。And this one's a little further back than the last one. 実験結果、エラー、Human is dead、ミスマッチ。1972年10月2日、インド、タミルナードゥ州のダルマプリの路上で、ゼリー状になった女性の遺体発見。遺体は放置された後で、車に轢かれた跡があり、下半身は損壊していた。ゼリーマンズレポート7。被験者、ミハイル・ラング、33歳、出身ドイツ。 Z プログラム4。実験日、2002年10月8日13時28分。 This one's like 3 years prior to the first one I read. 実験結果エラー、 Give or take. Human is dead、 ミスマッチ。May 24th, 1936, at the base of Mount Heihei, I guess that's how you pronounce that, Heihei, in Kyoto, the corpse of what is believed to be a jellified human was discovered. It is in a damaged state, possibly due to sliding down the slope. ゼリーマンズレポート6。被験者、マーク・ヒューズ、30歳、出身アメリカ。 Z プログラム4。実験日、2002年8月23日12時52分。実験結果、エラー、ヒューマン・イズ・デッド、ミスマッチ。1985年7月1日フェロー諸島ストレイモイ島の海岸に奇妙な物体が流れ着いた。それは成人男性のようにも見えるが、クラゲのようなブヨブヨの物体であり、生きてはいない。島の住人たちの間では、
半魚人の死骸ではないかという噂も。肩と見られる場所にはセルンという刻印があったが、セルンは関与を否定している。 Oh shit。 まだ見る？もう十分だ。発見場所が世界中に散らばっている。この結果からどんな解が導き出せるのかしら。その場所へ送り込もうとしたのだろう。そうは思えない。無計画すぎる。カーブラックホールが得意点をどうたらってあったけど、それが原因じゃ。超重力による無限圧縮およびカーブラックホール内の得意点通過に耐えられなかったと思われる。そう書いてあった。カーブラックホールって普通のブラックホールとなんか違うん？理論上存在を予言されているブラックホールよ。中心の特異点が回転しているという特徴がある。実在することはまだ証明されていないし、証明しようもないけど。そうか、ジョン・タイタン。タイタはこう言っていた。2034年にセルンによってタイムマシン開発は成功したと。そしてタイタ自身は2036年からやってきたと。タイターの予言は現実であり、ミュートゥーブ、ミューツベに出ていた LHC 実験における最悪の予想図もほぼ事実になりつつあるということだ。タイターの予言は知らんけど、ミューツベで問題の動画は見たことある。 2,3 年前に話題になってたよな。ブラックホール内部は尋常じゃない重力なの。そこを通れば確かに時間移動は可能かもしれないけど、生身の人間が通り抜けられるわけがない。だからこそゼリーマン化しているというべきだろう。ゼリーマンどころか素粒子レベルまで分解される。それがブラックホール。議論するよりタイムマシンについての資料を漁った方が早いんじゃね。Just let him keep going. あった。 Z プログラムの中にタイムトラベル理論について解説してるファイルがある。ずいぶんあっさり見つかるわね。セルンにしては脇が甘すぎる。セルンが甘いんじゃなくて僕がすごいっつうか。ダルは俺のマイフェイバリットライトアームであり、スーパーハッカーだっけ。ハッカー。それでクリスティーナ、セルンのスケール何と書いてある。ちょっと読む時間をくれない。何をブツブツ言っている。何が書かれているのか教えてくれ。あ、うん、なんかはめられたような気がしてならない。どういう意味だ。ほぼ一緒なのよ、ジョン・タイターが語った理論の内容と。
ざっと説明すると、LHC によって陽子を高速の 99.999991% まで加速して正面衝突させるの。そうすると、10のマイナス24乗キログラムの質量を10のマイナス19乗メートルっていうとても狭い範囲に圧縮して押し込むことができる。Yeah, exactly. 日本語で OK、産業で。すごく狭い場所。すごく小さい質量。無理やりねじ込む。その説明はエロすぎだろ、上皇。Oh God. は？どこがどうエロいのよ。ん？は？は？橋田の変態！そういうマキセ氏もなかなかの妄想能力の高さじゃね？一緒にすんな！アホは相手にするな、クリスティーナ。続きを。何の話だったっけ？ Self gliding against each other. 無理やりねじ込む話。陽子の圧縮の話だ。その圧縮が成功するとミクロ特異点ができるんだけど。ミクロ特異点？ミニブラックホールじゃなくて？意味はほとんど同じだ。特異点はいわばブラックホールの中心だからな。このミクロ特異点が2つあるブラックホールを作るのよ。擬人化希望。はいはい。ミクちゃんとクロちゃんでいいか？姉妹とか燃えるぜ、はあはあ。ミクちゃんとクロちゃんは電子を与えると自由に操れるようになるのよ。電気ショックで拷問か。それなんてエロゲ。操作できるようになった二人を超高速回転させるの。すると理論的にミクちゃんとクロちゃんは二人とも魔法少女リング上特異点に変身する。変身バンクですね。わかります。これでカーブラックホール効果が生まれることになる。そもそもカーブラックホールって何ぞ？さっき回転しているって言ってたけど。そのままの意味。でもブラックホールって普通回転してんじゃね？穴に向かって渦巻いてるじゃん。その回転してるように見える部分はブラックホールに吸い込まれつつある周囲の物質でしかない。普通のブラックホールは超質量により重力崩壊を起こした中心点があるだけ。そこに向かってあらゆるものが落ちていってるの。それは点っていうぐらいだから回転はしてない。一方のカーブラックホールはさっき言った通り中心が点じゃなくてリング状なのよ。ミクちゃんとクロちゃんは普通の人間ではありえないことに魔法少女化すると心臓が体内でぐるぐるとリング状に回転してるって考えて。グロは勘弁だお。助手よ、お前はさっきこう言ったな。カーブラックホールは実在したとしても証明しようがないと。それはどういう意味だ？ブラックホールにはイベントホライゾンというものがある。この内側に入ると時間と空間の役割が入れ替わってしまうわけで。時間と空間の役割が入れ替わる。私たちは今空間を自由に移動できるけど時間を1分過去に戻すことはできない。それが入れ替わるのよ。イベントホライゾンの向こう側だと空間の移動は不可能になり逆に時間を移動可能になる。空間の移動が不可能だからブラックホールからの再脱出はできないと言える。例えば岡部がブラックホールに突入した場合に体験するのは永遠に引き伸ばされた時間なの。光が再脱出不可能ということは人の目にはどうやったって
イベントホライゾンの向こう側は見ることができない。観測も照明も不可能。ただし例外もある。タイムトラベルにカーブラックホールを使う場合、この例外こそが重要なのよ。もったいぶらずに教えてもらおうか。カーブラックホールは得意点。中心が回転してるわけだから核運動量が存在する。だから日本語でオケだって。中心点が回転してるってさっき説明したでしょ。その回転運動量って思えばいい。ミクちゃんとクロちゃんに電子を与え続けると自由に操ることができるわけだけど、カーブラックホールの特徴は核運動量が質量を上回るとイベントホライゾンがなくなって得意点が裸の状態になること。は、裸だと。魔法少女のコスチュームは露出度高いというわけですな。これアニメ化まだ。裸になることで観測不可能だったものが観測可能になるわけか。イベントホライゾンがなくなることで時間と空間の役割が入れ替わる必要はなくなった。裸の得意点に向けてその入れ替わりを回避して突入できるようになる。そして裸の得意点の存在は一般相対性理論と因果律を破綻させるわ。宇宙の法則が乱れるのよ。そんなもの存在できるのか。 Can such a thing exist? We're gonna find out next time because we're running a little bit long here now. And I figured that's probably about the best place we can stop in the midst of this conversation, so let's overwrite that save data. Chapter 3 now.Everything is just moving along. So, next time we'll find out. Get out of your phone. We'll find out probably a little bit more about black holes and all that jazz. Because, yeah, science stuff. And maybe we'll poke around a little bit more of CERN's documents and all that stuff they have hidden. And who knows what else will happen. Maybe we'll hook up the IBM 5100 and get into that other database, or we'll just continue to talk about science. Throughout the next episode. But regardless, I'll see you next time.